今がご決断の時です。証拠の小玉を一兵卒として血を流す覚悟です。場合によりましては陛下を自ら台頭を戦場に進めて陣頭指揮を仰がなければなりますまい。閣下も死んでいただきます。小玉君、決議通りでよい。戦車の数をご存じないんですか。何、無視はわしに喧嘩ある気か。飛行方面以外の攻撃に使うことはできません。参謀長、君は軍の実情を知ってそう言うちょるのか。飛行方面の攻撃は一時中止、軍の攻撃目標を203高地に転換する。貴様の苦衷などを侵略してる島はわしにはない。わしが考えていることはのただこの戦争に勝つこと、それだけじゃ。兵たちは死んでいく。兵たちには国家も軍司令官も命令も軍旗もそんなものは一切無縁です。灼熱地獄の底で鬼となって焼かれていく苦痛があるだけがです。その苦痛を、部下たちの苦痛を、乃木式の軍人精神で救えるがですか。教えてください。この世に生きとし生けるものの全ての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えて。ください。ありとあらゆるものの全ての命に約束があるのなら、
ますか。